イリノイ州会議事堂はアメリカ合衆国イリノイ州の州都スプリングフィールドに立地する同州議会の議事堂。イリノイ州議会の上下両院の議場のほか、周知事室が置かれている。現在立っているフレンチルネサンス様式の庁舎は1868年にシカゴの建築事務所が設計し450万ドルを投じて20年後の1888年に 完成したもので、1818 18年にイリノイが州に昇格してから6代目のものである。1985年にはイリノイ州会議事堂は国家歴史登録財に登録された。庁舎の正面玄関前に立つエイブラハム・リンカーンの像イリノイ州会議事堂は、ドームの上まで高さ110.0メートルで、ワシントン DC の連邦議会議事堂よりも高く、 超高層ビル型の庁舎を除くと最も高い集会議事堂庁舎である。超高層ビル型の庁舎を含めても、イリノイ集会議事堂よりも高いのは、ルイジアナ集会議事堂及びネブラスカ集会議事堂の2つだけで、フロリダ集会議事堂やノースダコタ集会議事堂をしのいでいる。スプリングフィールド市当局は、法令でイリノイ集会議事堂よりも、 高い建物の建設を禁じており、従って、イリノイ州会議自動がして最も高い建物となっている。スプリングフィールドで最も高い超高層ビルは30階建て、高さ107.3メートルのスプリングフィールドヒルトンであるが、イリノイ州会議自動はこのホテルよりも2.7メートル高い。イリノイ州会議自動は上から見るとラテン十字型をしており、 南北は115.5メートル、東西は81.7メートルである。建材には、州内のジョリエット及びレモントで採石された、ライムストーンが用いられている。イリノイ州会議児童の敷地は 9A ーカーである。南北のウィングは6階建てになっている一方、中央部は、ドームとその下のロタンダのために4階建てに、とどまっている。1階のロタンダの中央には、イリノイをこそ、 お意味する、腕を広げた女性の彫刻が立っている。2階には、州知事室及び、州務長官室が置かれている。3階には、南ウィングに、州会院、北ウィングに、州上院の本会議場がそれぞれ置かれている。南北両ウィングの5階及び6階には、州政府の立法機関職員の事務室が置かれている。ドームの内側ドームは、直径28.2メートルで、 ア鉛でで滅キされ、腐食することなく銀白色に輝いている。ドームの上には、航空障害灯が設置されている。ドームの内側には、漆喰の塗られたフリーズに、イリノイ州の歴史を表す壁画が青銅を模した色で描かれている。ドーム内側の上部は、イリノイ州省の描かれたオクルスも含めて、ステンドグラスで装飾されている。この庁舎が建設された当時、ロタンダには、 将来的なエレベーター設置のためにエレベーターシャフトが設置された。1887年には水力で稼働するエレベーターが設置されたが、集会議事堂のような建物には不釣り合いな、不十分なものであると、地元新聞社からは揶揄されていた。電動のエレベーターがいつ設置されたかは分かっていないが、1939年には、 衆議会が集会議事堂の電動エレベーター4機の修理費として3万ドルを計上した記録が残っている。カスカスキアにあった最初の集会議事堂現在スプリングフィールドに立っている庁舎はイリノイ集会議事堂としては6代目のものになる。最初の集会議事堂は1709年にフランス人入植者によって建設され1809年に イリノイ淳州が創設されるとその淳州都に、そして1818 18年に、イリノイが州に昇格するとそのまま最初の州都になったミシシッピ下半の町、カスカスキアに置かれた。州は2階建てのこの簡素な建物を1日4ドルで借りて集会議事堂とした。しかし、カスカスキアは常にミシシッピ側の洪水の脅威にさらされていたため、 1820年には90マイル、北東、カスカスキア河畔に新たに建設された、バンダリアに2代目の集会議事堂を建設し、その完成と同時にシュートが移された。しかし、2代目の庁舎は1823年12月に消失し、翌1824年夏に1万5000ドルの費用を投じて3代目の庁舎が急遽建設された。 バンダリアの旧入りの一周会議児童やがてシュートを州の地理重心近くに移す機運が高まり、1833年に新しい州都を決める州全土での住民投票が行われた。この住民投票では、バンダリアを引き続き州都とする案のほか、オールトン、ジャクソンビル、スプリングフィールド、ピオリアといった町や州の実際の地理重心が先頭候補地として上がった。 この結果、最も多くの票を得たのは、オールトンであったが、州当局は、結果が僅差であるとして、この投票結果を無視した。1836年、後に、第16代大統領となる、若き弁護士、エイブラハムリンカーンは、同僚と共にスプリングフィールドへの戦闘を擁護した。これに対し同年夏バンダリアでは州都をこの地に止めるため、 一万六千ドルを投じて三代目の庁舎を取り壊し、四代目となる庁舎に建て替えた。しかし、この建て替えは徒労に終わり、翌1837年2月25日、州議会はスプリングフィールドへの戦闘案を可決した。この四代目の庁舎は1974年に、 国家歴史登録財に登録されたスプリングフィールドの旧イリノイ集会議事堂百三十七年七月四日、五代目となる庁舎の最初のレンガが置かれた。この庁舎はアイオワ淳集会議事堂の設計も手掛けたジョンカイ・レーグによって設計されたものであった。このギリシアリバイバル様式の庁舎は従来の二十倍近い二十六万ドルを費やして八百五十三年に 完成した。この5代目の庁舎は、エイブラハム・リンカーンと密接に関わることになった。リンカーンはここで、州最高裁で戦い、衆議会議員を務め、スティーブン・ダグラスと最初の討論をし、分裂せる家演説を行った。暗殺された後、1865年5月4日に、リンカーンの棺はこの庁舎に運び込まれ、一般庁門客の前に、しばし安置された。 旧イリノイ州会議事堂の前で立候補表明をする、バラク・オバマとその家族イリノイ州の発展と人口増加に伴って、また南北戦争後の人口の流入もあり、この五代目の庁舎は次第に手狭になっていった。1867年2月24日、州はより大きい新しい議事堂の建設を可決した。翌1868年に六代目となる。 現在のイリノイ州会議児童が着工した後、州は、この5代目の庁舎を20万ドルで、ガモ門軍に売却し、建設費用を回収した。この庁舎は、その後、1961年に州が買い戻し、歴史的建造物として修復するまで、ガモ門軍庁舎として使われた。5代目の庁舎は、1966年に、国家歴史登録財に登録された。 2007年には、後に第44代大統領となるバラク・オバマが、この庁舎の前で立候補を表明した。2011年から行われた、改修の一環として、西ウィングの大階段に設置された、海の乙女像の照明現在の庁舎は2011から13年にかけて、主に西ウィングにおいて、安全面の強化、障害を持つ、アメリカ人法への準拠、機械、電気、 配管のインフラの改善および1870年代当初の姿を取り戻す建築上の改善のために5000万ドルを投じて改修が行われた。この改修による主な改善点としては内装、地下1階のレンガ作りのアーチ、シャンデリアおよび銅メッキされた外扉の身長、大階段への海の乙女像の照明の設置および中2階の撤去が挙げられる。 中でも目玉となったのは1870年代当初は設置される予定だったものの際どいとして衆議会に却下された海の乙女像の照明の設置であったこの照明はこの庁舎を設計したアルフレッド・ピケナードが手がていたもう一つの集会議事堂であったアイオワ州デモイのアイオワ集会議事堂に代わりに設置されたこの改修においては アイオワ州会議事堂に設置されているもののレプリカをイリノイ州会議事堂に設置した。ありがとうございます。